ただいま。重郎、まだ帰ってないんだ。尻尾も来てないみたいだし、今のうちにお夕飯の支度しとこ。夕飯どうしよう。ひき肉あったな。重郎の好物だし、ハンバーグ焼いちゃおう。ただいま戻りました。おお、ごちそうだ。三浦、めぐみさんがこれを。すごい。重郎帰ってきたらご飯にしましょう。先に手を洗ってきて。はい。空いてるみたいね。いえ、自分は我慢できます。重郎、遅いみたいだし、冷めちゃうから先に食べて。そんな、とんでもない。いいからどうぞ。本当に、めぐみさんは？私は重郎と一緒に食べるから。そうですか。お言葉に甘えさせていただきます。食事の支度、いつもすみません。ごちそうさまでした。あら、ありがとう。何かお手伝いしましょうか？大丈夫よ。まな板とか先に片付けただけ。テレビでも見て休んで。テレビ？よしと。それにしても三浦くん、家の中でまた帽子なのね。遺体の手術跡なんて気にしないのに。どうしてこの傷を手術跡と？お話ししましたっけ？それはなんとなくそうかなって。そうですか。これはここで。そういうわけで、三浦慶太郎は魔法使いで放ってはおけないやつだ。もうすぐ重郎も帰ってくる頃なのに、どうしても今。今すぐだ。では次のニュースです。本日起きました欅町のレンタルビデオ店爆発事故は、現場の調査でガス漏れが原因と判明しました。これは先ほどの。戻ってくるな、行くじ。早く撃て。いいか、額だぞ。
三浦くんはご飯食べる時も帽子かぶってるのね。めぐみさん、どうして？これは額に醜い傷があるので不快かと。気にしなくていいのに。その傷、騎兵を操るためにつけたんでしょ？なぜそのこと？知りたい。教えてあげる。その代わり、機体を見せてくれる？ごめんね、こういうことなの。少し痛いけど、このことは忘れるから。三浦くん、ごめんね。こいつに触るな、危険だ。こいつ、思った通り手術されてやがる。こいつの額に埋め込まれた素子は魔法を強制的に使わせるためのものだ。誰がそんなこと。人間だよ。この力を利用したい奴もいる。だが損ばかりじゃないぞ。こいつ呪いを避けて操作されてる。いいぞ、こいつはいただきだ。呪い？これで魔法を使っても重郎のようにはならない。いいぜ、封じた。間もなく目を覚ます。疑われたくなきゃお前も離れてろ。事件の続報です。最近多発する爆発事故を各ガス会社に古くなったガス管の検査を厳しくするよう義務付けました。ガス爆発、何か引っかかるな。ただいま。あれ、ジロー。三浦君、今日はずっと家に？ おかえりなさい。お夕飯すぐ食べられるわよ。いいよ、お腹空いてないし。ほら、そんなこと言わずに。どうしてそんなにおせっかいを焼くの？ほら、いけない？僕を子供扱いしないでよ。三浦くん、どうしたの？すみません、またちょっと出てきます。すぐ戻ります。ガス爆発、確かめなければ。尻尾、関ヶ原 A を打ち損ねやがって。とろくさすぎるんだよお前は。悪かったわね。そもそもお前は何を悠長にカッコつけて銃を構えてんだ。こういうのはな、有無を言わさずサッとやるんだよ。サッとな、分かったか？返事は？はい。仕方ない、今回は多めに見てやる。次で挽回しろ。次？重郎とよくつるむ網口周、あいつも魔法使いだ。魔法の銃にまだ弾はあるな。明日にでも封じろ。できるか？やるわ。
ってるわよ。おはよう、アミグチ君。おはよう。あれ、何か用かな。なんだよ。用があるのはクラベ君じゃない、あなたよ、アミグチ君。俺？君は確か C 組の薬師寺恵組。それで何かな。ここじゃ話しづらいわ。二人きりで話せるかしら。ああ、理解した。じゃあ放課後でどう？新校舎の屋上で。屋上？待ってるよ。モテる男は辛いね。気になる？別に。屋上にいるかな。いた。有無を言わさずさっと撃つ。さっと。よし。そしてどうした？お、忘れてた。なんだ？ C 組の薬師寺さん。朝呼び止められたんだ。話があるって。またかよ。ったく、ムカつく野郎だぜ。邪魔もんは消えるよ。また？中学じゃあいつの前で何度も告白されたからな。ああ、もしかしてそういう話なら。悪いけど俺、今は好きな子いるんだ。そんな話しに来たんじゃない。そうなんだ、ごめん。じゃあ何の用？謝らなくても大丈夫。ちょっと痛い思いさせるし。任務完了。20番機兵転送。何？
十郎。あの、その君が網口君を銃で撃ったらロボットが現れた。全部見てたの。どうして君がどこへ飛んでいったんだ。今度は何をやらかした。尻尾。あいつも三浦と接触あったのか。チックショー、面倒だな。十郎に見られた。なんとかする。鈍いな。十郎の記憶を操作して見たことを忘れさせる。お前が残ってるとややこしいだろ。行くんだよ。頭が回らないな。おかしな夢のせいだ。夜中のテレビも夢だったと思いたいね。夢の中で俺は伊田哲也と名乗っていた。姿は俺でも名前は違う。キサラギは俺の夢によく出てくる。夢の中では俺は伊田って名前で、二人は滅亡の危機にある世界で必死に生きている。彼女たちは恋人同士なんだろうか。多分ずっと未来研究所みたいな場所の夢だ。出てきたのは如月富、あの子だ。ゆきちゃんは A 組のはずだけど、いない。くらべくんいないな。夢の話しようって言ってたのに、渡り廊下の方に行ったのかもな。うっ、いって、あいたた。君は仕込めるか。ん？な、何すんだこの変態。モテるからって調子に乗んなバカ。いや、やっぱ夢とは違ってお腹がちゃんとお肉だと思って。なんだと？私のどこが太ってるっていうのよ。この子が体半分で釣られてるなんて、やっぱ悪趣味な夢だよな。
クラベ君ならスプラッター映画の見過ぎって言いそうだ。なんなのよ、まったく。わけわかんない。クラベ君待ってるかもな。行ってみるか。まさか君だけ？網口くん。クラベくん来てないんだ。気になる夢見ちゃって相談したくて。網口くんも？相変わらずおかしな夢ばかりさ。ロボットの夢？いや、ロボットといえばロボットなんだけど。どんなロボット？ロボットといってもドロイドって言って人間そっくりなんだ。そのドロイドの研究所みたいなところにいて。そこ知ってる。夢の中で私もそこにいたよ。四季島で6番目に大きな地下研究施設って言ってた。あれって地下なの？そこにはウサミちゃんがいて。キサラギトミン。そう、そうなんだ。同じだ。あれは。こっちはこれでいいはずだ。記憶データ準備できました。ありがとう、玉尾さん。君が手伝ってくれて本当に助かってる。心配しないで、伊田くん。私の時と同じように成功するわ。彼女を優先してすまない。君のボディもすぐに用意するよ。期待しておきます。始めよう。蘇生開始。君のデータからなんとか記憶部分を解析してドロイドのボディに移したんだ。私は人間じゃないの。私。玉尾さん、もう少し抑えてくれ。キサラギさん、今のあなたは記憶データをもとにキサラギ富として行動するよう作られた。私と同じ AI なの。君は君だ。私が直接眺めてみます。接続してください。頼む。
よ、井田くん。完成してるはずの騎兵が反応しない。騎兵は D シリーズと同じシステムだから、 D コードの制御が効いてるんだわ。制御に割り込むには適合者の誰かが直接アクセスし続けるしかない。どうしたの？いや、そっちでも問題？いいえ、もう大丈夫です。彼女落ち着いたわ。本当か？トミ、元の私はどうなったの？君は正直に教えて。重労に殺されたのよ、他の子と一緒にね。重労は私が始末した。目が覚めちまったな。夢の中で俺は、夢の舞台はいつも未来、冬坂も同じ夢のシーンを見てる。俺の視点は伊田哲也だが、冬坂の視点は、そういえば夢の中の森村先生は雰囲気が冬坂に似ていたな。今日は出てこないのか？仕掛けるなんておかしいよな。そんなことないよ、嬉しいわ。出たな。一体何なんだ？その様子だとまだ時間がかかるみたいね。本物の稲葉美雪なのか、それとも彼女に化けた偽物？稲葉美雪は世界に私一人。でも化けてるっていうのはそうなのかな。アイドルなんて虚構の存在でしょ。これ普通のテレビだぜ。テレビ電話でもないのに会話できるなんておかしいだろう。テレビが受信機で、送信は君自身。連絡する方法がこれしかなくて、ユニバーサルコントロールにアクセスを拒否されたから、放送コンテンツの一部から侵入してるの。わかんないけど、要するに電波ジャックして俺と会話してる？そうとも言えるかな。なんで俺に？私、君だけを見つけられるの。君の ID の位置情報だけはね。それに君が頼れる人なのを知っているから。時間がかかるって言ったな、それってどういう意味？君が理解すること。何を？現状をよ。いけない、探査されてる。アクセスを一旦切るわ。
ちゃん、見た？猫ちゃん、またいたよ。地下に埋まった巨大 UFO か。予知夢だとしたらとんでもないよね。なっちゃんの話に感化されちゃったかな。 UFO のこと聞くと止まらないからな、なっちゃん。猫どこ？もうどっか行ったんだな。はい、このレコード屋にもアイドルボーカル網口くん。そんなにいいかなあいつ。学校にはろくな男いないもんな。いいのってダンス。こい網口くんって高校ではバスケやらないんだって。うまいのにもったいない。小学校ではサッカーだったね。飽きたの一言でやめたけど。いおり、あいつと同じ小学校だったの？そうだよ、4年の時。私もなっちゃんも一緒のクラスだったの。お話、遠くからに心が。美和ちゃん、すごく白って。いおり、こっちの。話、やっぱ譲って。色濃いな。今はもっとだ。いいね、甘いも。今日はソフト。いやい、それならいおりちゃん、ソフトクリーム新しいの増えてるのよ。ここんとこクレープだったし、みおちゃんに賛成かな。まあいいか。それじゃあ行きましょう。みんな新作にしたんだね。濃厚ミルククリームだって。チョコミントと悩んだよね。ではでは一口。私も。濃厚な口当たり、濃ゆい。今週の占いでラッキーアイテムがソフトクリームだったのよね。じゃあこれで運勢良くなったね。なってきた、なってきた。あのお店また行きたいな。あそこのは美味しいよね。ちょっと旅より。さては色気づいてダイエットだな。まさか例の彼と進展ない。学校にはろくな男いない。いなって。美和ちゃん、やっぱりラブレターって。ラッキーアイテムで運気はバッチリよ。そうだ、告白しちゃえ。やめてよ、恥ずかしいよ。見守るだけで十分なの。でも、いおりちゃんは網口くんと普通に話せていいな。今日も昼休みに話してたじゃない、渡り廊下のとこで。何話してんだ？夢の話とか。お話途中だったよね。恋は素敵よ、すさみちゃん。網口くんたちの夢みたいに繋がってる気がして。
気になるから相談したのよね。クラベ君。あれ、冬坂さん。どうしたの？席にいなかったから、ここかなと思って。網口君を待っているの？まあ、そんな感じ。例の夢の話？網口君は多分ね。僕の方は今日彼の家に遊びに行っていいか聞きたくて。ずっと思ってたんだけど、なんだか冬坂さんって学校で初めて会ったって感じがしないんだ。え？ずっと前に会ったりしてない？ないと思う。あ、冬坂も一緒か。網口くん、また夢見たんだ。あ、それそれ、今度のはすごかったぞ。足だけついてる歩く戦車みたいなので怪獣の群れを倒そうとするんだ。寝る前に B 級の SF 映画見たでしょ。その夢ってずっと続いてるの？むしろ最近よく見るよ。クラベ君もそうだろ？僕は UFO の夢だった。円盤の転送装置で過去に飛ぶ夢。確かに夢は結構見るよ。でも僕は映画とかに影響を受けやすいからな。ところで冬坂はどうしてここに？もしかして俺たちの夢の話に興味出た？そのことなんだけど、実は最近私もおかしな夢ばかり見てて、もしかして何か関係あるなら相談した方がいいのかなって。それってどんな夢？あれは網口くんだと思うけど。前にたどり着いた。十郎も沖野くんも脱出できなかったの。ここは私が生まれた頃の時代。16年前の世界で私ただ一人。どうすればいいの？千尋さんですよね。誰？僕は伊田哲也。未来のあなたに送り出されて僕はこの2089年に来た。未来の私。スミレ橋の上にいる16年前のあなたに僕たちの戦いを伝えるよう頼まれたんだ。今度こそ奴らを倒す。周りが騒がしくなってきた。捕まると面倒だ。ここを離れよう。これは置いていくの？そうだな、いずれ必要だけど後で考えよう。ともかくここは一緒に逃げるべきじゃないかな。
先輩、どうしたんですか？ミナミ、また物質が荒らされてる。それに見てろ。仲良しのユキちゃんが MIB の人間だったなんて。 BJ のことはユキちゃんにも相談できない。な、何を見るんです？し、こっちで静かに。洗濯カゴだ。うわ、見たか、ミナミ。まずい。これはきっと犯人の盗撮用カメラだ。物質を荒らした変質者が仕掛けたものに違いない。いえ、これ私の。ミナミの目覚まし時計なんですよ。時計？おっと、危ない危ない。秘密情報が丸見えだよ。もしも BJ が見つかりそうなら素早く、きっとだ。そんなの持ち歩いてんのか？その、これじゃないと時間わかんなくて。劣化すぎない？UFO が現れると活動を行うと噂される。それが MIB ことメインインブラック。彼の名、悪い宇宙人、文明の進む。もしも BJ、 素早く対、きっと17番機兵とトライポッドと戦うために作られた。 BJ が乗っていたロボット。私の部屋はよく弟たちが勝手に入、いや、部室にはロッカーの中。
過去にも行けるんだ。太平洋戦争終結の年ね。行ってみよう。アクセスコード表示、セクター指定。あのカビ臭かった旧校舎がすっごい木の香り。だって間もないんだ。夢みたい。 BJ 見てよ、過去の学校よ。本当に過去も未来も自由自在なのね。やってっと分かってる。ここでは慎重に行動しないと。未来が変わってしまったら大変。40年前ってことは、3歳のお父さんがばあちゃん家にいるはず。チラッと見てきたらダメかな。ダメよね、分かってる。騎兵、ここにあるの？ドローンの信号を検知した。稼働中の騎兵がある。表記は違うけど、ここが私の教室だ。誰か来た。隠れなきゃ。ゴートさん、時間通りですね。これが今月分の薬です。お薬、先月から変わったのかしら。どうしてです？ごまかさないで。私分かってた、あなたの薬で未来が見えてるって。でもこれは違う。飲むとひどく苦しいの。夢で見たことが思い出せなくなる。飲みなさい。悪夢を完全に忘れられます。悪夢？違う、あれは。何も知らない元の君に戻るんだ。この計画はもうやめだ。ゴートさん、待って。忘れてはいけないの。あれが助かる方法よ。ダメ、思い出せない。あやめ峠にある兵器じゃダメなのよ。思い出せない。今のゴート先輩どういうこと？いや、40年前に先輩いるわけない。先輩のおじいさんだよね、そっくりだし。あやめ峠だ。え？彼女話してた。あやめ峠って公園のあるとこ？1945年公園じゃない、離婚。勝手に先に行かないでよ。こ
ここ軍の建物よ。見つかったらどうするの？これが騎兵か。でっかいな。こんな目立つものどうしたらなくすのよ。騎兵は電気装置とリンクしてる。電気してきた。そうなんだ。ともかく見つかってよかったよ。これが救急満期。そうか、17番って言ってたね。17番機探してる。19番機仲間の機兵。私には動かせない。 BJ の仲間はどうなったの？小説を確認する。それって死んだってこと？そうだよ、死んだ。 BJ、 それよりこの機兵、あ、システム変更されてる。全員を迂回してシステムを構築。なんだかわかんないけど、ここの人たちがやったんじゃない？この時代の技術では不可能。では明日マルハジマルマルに。誰か来る。同時博士は計画を棚上げしてるんだ。もう騎兵は手足も同然だ。前線だろうとその力を遺憾なく発揮できる。だのになぜだ。遺憾な。これでは高俊さんのようだ。セクナ、きっと上には上の事情があるのだ。号令あらば、いや号令がなくとも時満ちれば命を捨てるのみ。あんな子も戦っているの？今度はこっちから誰か来る。もう19番、久しぶりだ。早速見てみるか。へえ、見事に迂回経路が生成されてる。まさか2人目で成功するとは驚きだ。すごいぞ三浦慶太郎。脳内をかき回すナノマシン再構築探査を発狂せずに耐えたのか。このデータで騎兵を奪える。おっと、グズグズできないな。同時博士が警備を戻す頃だ。騎兵のロックは約束通り解除っと。もうここに用はないが、保険をかけておくか。よし、これで三浦君に接触するだけでデータは拡散するはずだ。何よ今の子。急いでここから離れよう。うん。着いたよ BJ。
BJ 隠れて。データが完成していたとは。博士と交渉したのは正解だったな。設定がいじられてる。ここに誰か来たのか。このゲートも危険だな。元のキーに戻しておくか。撤収だ。ゲートを使ったの？まさかあの子も宇宙人？きっと変えられた。返事できない。え？帰れないの？退席完了まで78時間24分。そんなにここにいられないよ。未来に帰る他の方法ないの？安全か転移、ここと疲弊だけ。疲弊？なんだ今の。また誰か来た。確かこの辺りだったな。時坂神社、神様でも見たのかな。まさかな。やっと休暇をもらえたというのにすっかり遅くなってしまった。千尋は心配してるだろうな。誰だ隠れているのは。待て、君は。シールドマトリックス。
第四世代の兵装にもある。あ、分かった。網口くんの騎兵にもあったあれか。君たちの乗る第三世代にはあれを解除する兵装があるはず。 EMP スタナー、確かそうだ。電磁パルスで D の動きを止めるためのものだけど、 EMP ならシールドにも干渉してかき消せる。でもシールドを貼られる前に倒すのが一番。この距離なら大丈夫、きっと大丈夫。頑張れ。どう動く。人生ってのはまずどうしたもんか。ピンチをやるか。ピン、どうすべきだ。油断するな。どうしよう。人生ってのはままならんな。
わけにはいかんな。どう出る？12番機、人生ってのはままならんな。まずは勝機を逃すな。この俺が弱気になって人生どうすべきだ。機体の状態は勝機を逃すな。11番機どうするよ。移動するぞ。行くぜ。弾けろ。機体の状態は
弾けろ。決まったぜ。敵 A 消滅確認。イージス起動。ターミナル封鎖完了。周囲 2km 完全防衛圏。戦闘情報処理終了。怪獣と戦ってるあなたたち、聞こえる？誰だ？なんでこの通信に？あれ？美和子といた女の子じゃない？千尋じゃないか。私は森村千尋。え？先生と同じ名前。今から市民全員を一斉に避難させます。セクター4にいる120万人をセクター3、つまり2025年に強制転移させる。2025年、120万人を転移。市民を気にせず思う存分戦えるでしょ。以上よ。待ってくれ千尋。防ぎ切ったようだな。